戦国博物館東京の館長野地幸一郎です。昨年3月に始まりましたリニューアルオープン記念、無事に終わりまして、1周年目の記念展としてアタカコレクション展が始まります。1年経ってまた桜の季節を迎えております。美術館の入り口の前に太閤千代しだれっていう醍醐の桜の、と同じ、桜の種類が咲き始めました。展覧会に合わせてまるで、花を開いたように、祝福しているように思います。ぜひ皆さんお越しいただければと思います。本展を担当しております、戦国博物館東京学芸員の森下愛子と申します。どうぞ、第1室をご紹介したいと思います。その中でも皆様にご紹介したい作品、中国の唐時代の不女窯という作品でございます。この作品を最初に展示したのは、いらっしゃいませという皆様をこの展覧会にお誘いする、そんな雰囲気ですね。非常にこう微笑む女性の姿を細やかに再現した窯という作品なんですけれども、頬のあたり少し紅が残っております。次にご紹介しますのは国宝の飛び青磁でございます。日本でも室町時代以降唐物として非常に珍重された中国の青磁、青い焼き物ですね。青磁の中でも最高峰と言われているものです。非常に美しいこのフォルムですね。でまたこのまだらの、鉄分の、多い釉薬によるこのまだら模様が本当に、美しいものです。では次に、ご紹介しますのは、国宝の湯滴天目と言われているお茶碗です。日本で室町時代以降非常にお茶の世界で、茶の湯の世界で好まれたものでございます。当時から湯滴という名称で親しまれていたこの作品ですね。非常にこの姿も天目茶碗の中でも美しいんですけれども、ぜひ中の煮込みと言われる部分ですね、お茶を立てたあと、皆様が、お抹茶を飲みいただいた後に現れる、湯滴の、美しさというものも、味わっていただければと思います。本展はですね、出品されている作品一点一点も非常に美しいんですけれども、この全ての、会場を見終わった後にこのアタカさんの、集めた、作品全てを、一つの、芸術作品として捉えていただけたら、このコレクションの魅力がまた伝わるかもしれません。世界有数の東洋陶磁コレクション、皆さんいかがでございましたでしょうか。美術館の入り口脇にはこんな世界一大きな不女窯の写真もあります。これもお楽しみいただければと思います。ぜひお越しくださいです。